よう、あんちゃん。今暇かい？暇といえば暇だが、さっきまでこき使われていたんだ。何か手伝えってのならお断りだぞ。さすがのあんちゃんも、あの姉ちゃんには頭が上がらねえか。当たってるだけに言い返せん。まあそいつは置いといてら、あんちゃんはこういった荒ごとに慣れてねえみてえだからな。ちゃんと獲物を手入れしてるか気になってな。手入れ？やっぱりか。まあ仕方ねえな。こいつだこいつ。あんちゃん、あれからまだ獲物を手入れしてねえだろ。時間のある時にちゃんと手入れしておかねえと、いざって時に命取りになるぜ。言われてみれば。かなり手荒に扱っといて、そのまま放置だったな。やっぱまずいか。そいつに自分の玉預けるんだ。まずいどころじゃねえな。それこそ恋人や女房のように扱ってやんねえとな。確かにその通りなんだろうが、こんなのどうやって手入れするんだ。普通に刃物の手入れとかなら見よう見まねでなんとかできそうな気もするが、これはちょっとな。どれ、ちょいと貸してみな。できるのか。こんな商売を続けてりゃ大抵のもんはな。さすがにこいつは珍しいが、できないってわけじゃねえさ。ほう、結構な代物とは思っていたが、こいつはまた。こいつはなんだ。いろんな意味で面白い。間違いなくいわくつきってやつだな。なあ、呪われてるとか言わんよな。ああいう意味じゃねえよ。まあ呪われてたとしても何の不思議もねえけどな。不思議じゃないのかよ。まずこいつが何でできてるから。鋼じゃねえな。もっと硬い別の何かだが、何かわからん。あれだけ乱暴に扱ったってのに、賭けも曲がりもしてやしねえとな。で、次はこの仕掛けだ。仕掛け？何か仕掛けなんてあったのか。気づかなかったのか。こうして扇を目いっぱい広げてだ。そこからさらに広げようとすると、見てな、結構えぐいぜ。うわ、仕込まれた隠し歯が飛び出すって寸法だ。こんな機能があったのか。しかしえぐいってほどのものか。いや確かに驚いたが、歯が隠してあるくらいは普通だと思うが。じゃあこの洗面に細かな溝が掘られてるのはわかるか。うん、これか。確かにあるな。これはどうかしたのか。この刃先に触れたら、たとえかすり傷であっても。そういうことか。確かにえぐいな。ちなみにこいつの表面、綺麗に磨かれちゃいるが、うっすらと模様になってるだろう。こりゃ血と薬品が染み込んだ跡だな。つまり血が染み込むまで使い込んでるってわけだ。はてさて、こいつはどれだけの命を食らってきたんだか。あんちゃんの言う通り、本当に呪われてたりしてな。おい、冗談のつもりだろうが、シャレになってないぞ。悪い、俺も言っててそう思った。あ、飲んだ。
どこも歪みはねえし、欠けてもいない。これなら問題はねえか。しかしクオンがなんでこんな物騒なもの。あの姉ちゃん、よっぽどアンちゃんを飼っているか信頼してるらしいな。クオンが自分を、なんでだ。こいつを見りゃわかるさ。こんだけ心を込めて手入れしてやるんだ。よほど大切にしてきた思い入れのある品なんだろ。そいつを何とも思ってねえ奴に預けるとはとても思えねえがな。よし、こんなもんでいいか。お礼よ、できたぜ。今度は自分でもできるよう手入れの仕方を姉ちゃんに教わっとくんだな。あ、おう。思いが込められたものか。なぜクオンはそんな大切なものを自分に渡した。なあクオンは何を考えている。お前に込められた思いとは何だ。あんちゃん、手すきならチート馬の世話を頼まれちゃくれねえか。馬の世話？別に構わんが、何をすればいいんだ。そこにある餌をやってもらいてえのと、ちょっとした手入れだな。手入れ？ああ、このたわしで皮をこすってやるんだ。こいつで皮をこすってやると気持ちいいらしくてな。馬どもが喜ぶ。馬は大切な運搬手段だ。しっかり面倒を見てやらねえといけねえし、大切に扱えば向こうもそれに応えてくれるってもんだ。へえ、こんなものだね。まあ、あんちゃんも馬に乗るようになればわかるってことよ。そういうことなら手伝うさ。ただ飯ぐらいってのも気が引けるしな。そう言ってくれるとありがてえ。馬はそこの馬車の先に繋いであるから、あとは頼んだぜ。やっぱどう見ても馬っていうよりダチョウだよな。と、すぐやるから、そう焦るな。わあ、なんだ、驚かせるな。言葉は通じてるんだよな。いつの間にか隣にいてじっと見つめられてたら誰だって驚くだろう。なんという息の合い方。ところで、なんか用なのか。まあ、眺めてたいなら好きにしてくれ。こいつらのすることを気にしてたらいつまでたっても馬の世話ができんしな。うわぁ、かっこいい。まだたっぷりあるんだから喧嘩するな。ダメだこいつら、餌を前に目が血走ってる。このままだと本当に喧嘩を始めそうだ。仕方がない。お前ら餌をやったことがあるか。まあいい、
こいつらに餌をやるのを手伝ってくれ。あ、指を噛まれないよう気をつけろよ。そんなやり方だと指を噛まれる。餌をやったことはないと言いつつ手慣れてるんだな。こっちはとは危ないな。チキショウ、こっちの方は指元食らう勢いで一心不乱にがっついてるんだが、なんなんだこの差は。まあ嫌われてはいないみたいだが、妙にハッスルというか、あのバカ鳥といい、ここいらの動物は妙に興奮気味なやつらばかりだな。あ、そうだ、よかったらたわしでこいつらの体をこすってやるのを手伝ってくれないか。自分一人だと大変っていうか、興奮したこいつらにもみくちゃにされそうな気がしてきた。なるほど、あんな感じでやればいいのか。何すんだお前、一瞬体がくの字に折れ曲がったぞ。なんだ、早くやれって。いって分かったから、たわしをカゴに押し付けるな。ここか、ここがいいのか。だっこら、嬉しいのは分かったから落ち着け。蹴り殺す気か。やれやれ、あっちのおとなしい方を担当すればよかった。くまっ、ごっ、お前ら。なんでお前らが、あの二人はどうしたっていない。こいつらはおとなしいんじゃなかったのか。いた、だからたわしを押し付けるな。やればいいんだろう、やれば。なんで自分がこんな目に。だから待って。お前らどこに行って。いや、そんなことより早く手伝ってくれ。なんだ、まさか。お前もなのか。こりゃまたでかい鍋だな。白殿、こんなところで何を眺めているでおじゃるか。さすがにこれだけの人数になると、その支度も豪快だなと思ってな。そうでおじゃるな、マロもこんな大勢と行動を共にするのはこれが初めてでおじゃるよ。そういうマロロは何をしてるんだ。マロでおじゃるか。マロは。そうでおじゃる、お手伝いの最中でおじゃった。手伝い。
ティエ様、頼まれたお塩でおじゃる。あ、ありがとうございます。もしかしてルルティエが料理を作ってるのか。こんなことくらいですか。皆さんのお役に立てませんから。しかしこの人数を用意するのは大変じゃないか。いえ、お城の厨房は私が取り仕切っていましたから。お姫様だと聞いていたから意外だな。もっときらびやかというか、そう言ったのとは無縁だと思ってた。その私の家は辺境の一位高速なので、そんな格式の高い家ではありませんから。それにクオン様も手伝ってくださいますし。クオンも。私が料理を手伝ってるのがそんなに意外なのかな。うわ、ハクと出会う前は一人旅をしてたんだから、一通りできるのは当たり前なんだけどな。いや別にクオンが料理ができないなんて。あ、ハクはそこで見てるといいかな。私の技を見せてあげるから。料理が下手と言われるのに嫌な思い出でもあるのか。ルルティエ、お塩はこのくらいでいいかな。もうちょっと濃い方がいいと思います。皆さん働き盛りですから、少し塩辛い方が好まれるかと。そっか、そう言われるとそうかも。ルルティエ様の手料理楽しみでおじゃるな。確かに、あの二人がどんな手料理を振る舞ってくれるのか興味がないといえば嘘になるな。あの…ん？どうぞ、お味見を。これは…お口に合うといいんですけど。ああ、なかなかにうまそうだ。絶妙な塩加減だ。優しい口当たりでどこか懐かしい感じの味がするな。こりゃうまい。ルルティエって料理上手なんだな。あ、ぶしつけだったか。姫さんって呼ばないとな。いえ、ルルティエと呼んでください。じゃあ今度はこっちの味見ね。クオンもできたのか。そんじゃ遠慮なく。あ、クオン、何かな。これ一体なんだ。見ての通り煮物に決まってるかな。うん、確かに煮物なんだが少しでかすぎやしないか。大きさはルルティエのと比べて5倍ほどある。さあ味見してみて。いや味見って、これって一食分の量があるだろう。こりゃ一口では食えんな。そもそも串が重量に耐えきれず折れそうだ。そんな少しずつじゃなくて一口でガプって。あっち、むちゃ言うな。まずくはないが、外側の味が濃い上に大きすぎて中にまで味が染みてないぞ。百歩譲ってクオンの言う通り一口で食べればちょうどいいのかもしれんが。どうかな。本人が食う分にはうまいんだろうが、クオンも自信ありげだと正直に言いづらいものが。まあ、うん、まあうまいじゃないか。そうでしょう。
もうすぐ出来上がりだから楽しみにしてて。うん、まあまあうまい。にしてもお姫様って割には家庭的な感じなんだな。お高く泊まった感じがなくって親しみやすいっていうか。ああ、それにしてももう腹がいっぱいなんだが。